いろいろね、入学式ですか、これは本当に。成人式の司会もやってるんですよね。成人式やらせていただきました。ちょっと参加者も見当たりませんけどね。まあ、長寿学園ということで、まあ、皆さんにちょっと笑っていただいて楽しい、時間を、過ごしていきたいなと思っておるんですけども、いろいろやっていくんですよね。はい、まあ、いろいろやっていくんですけどもね、はい、まあ、やっぱりですね、僕らもやっぱ芸人ですから、はい、言葉使ったりする仕事ですからね、いろいろ頭を使うんですよ、はい、ですから皆さんは脳トレとかね、はい、そもそもボケ防止とかですね、はい、まあ、いろいろ健康にいいかと思うんですけども、はい、まあ、言うてもですね、この横二人いるんですけども、はい、まあ、さっきから皆さんお気づきかと思いますと、ほとんど9割僕が喋ってるんですよ、はい、助かりますよね、はい、僕のためのマイクと言っても過言ではないんですけど、まあ、だからマイクの高さちょうどいいと思いますね。なんでね、ちょっと頭を使っていただきたいなと、はいはい、まあ、できる皆さんにも使っていただきたいんですけども、それ以前に僕ら言っても今日は講師として呼ばれておりますから、はい、講師ですよ。何ができるんだと彼らに何ができるんだとできますわ。じゃあ例えばですね、皆さんね、あの日曜日の夜とか商店